今まで見た動画の数を覚えているのか。いや、ということでおはようございます。次の YouTuber のドルフィンです。いやー、ブーちゃん来ちゃいましたね、この日はね。来ちゃいましたね。今日はちょっと僕の趣味がちょっと入っているコンテンツに行きたいと思います。はい、ちょっとね、いろいろ楽しいと思うんで楽しみにしてください。はい、超楽しみです。いつも。はい、というわけでこちら、ジョジョスパー王室と王室さんが来ました。上がりますね。やっぱね、ジョジョスには僕たちもすごい上がります。扉もすごいです。すごいな。はい、で行ってみたいと思います。失礼します。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドルドル TV。 はい、というわけで、はい、おはようございます。おはようございます。来ちゃいましたね、ついにね、はい、この日が。でも紹介したい紹介したいと思ってたんですけど、はい、今日はですね、ジョジョズバーストーンオーシャンさんに、はい、来店してみました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、まずじゃあオーナーの木村さんです。はい、はい、よろしくお願いします。そしてお隣、ジョニー・ジョースターのコスプレの方が、はい、店長のベティさんです。はい。最近店長になりました。はい。爪とかくるくる回っちゃう。はい。深刻の意思です。常にハーブティーを飲む。素晴らしいですね。ハーブティーを飲んじゃう感じね。爪生やさない。爪生やさない。テクト言わなくても分かる感じがするんです。いや、もう分かんないかもしれない。初めての人もいますね。そうですね。ちょっと、はい、オーナーさんの方からの、はいはい、当店はですね、はい、少年ジャンプでやっていた、はい、ジョジョの奇妙な冒険という漫画があるんですが、それをが僕が大好きだったもので、そこで始めたバーなんです。はい、はい、で、その少年ジャンプでやってたジョジョの奇妙な冒険をコンセプトにしたバーになっています。はい、で、はい、はい、そう、なんかこう今日皆さんね、コスプレというかしてると分かる人には分かると思うんですけど、はい、うん、僕もちょっと若干違う、いつもと違う色ですね。若干じゃなくて相当違うと思うんですけど。相当違いますよね。僕のモデキさん、これも作中に出てくる、はい、はい、キラヨシカゲっていうキャラクターがセブンデキサイです。はい、細かいとこまでね、はい、はい、分かる人には分かるネタで、そう、お付きしたいと思います。そうですね、ちょっとね、分からない。全く分からないと思う。はい、ネクタイをね、はい、ここのポイントがね、はい、ありますから。ヒラヨシカゲのね、はい、ヒラクイーンさんが入ってますんでね、はい、なんかすごい、もうお店もすごいですよね。なんかこう、フィギュアがもうわーっとあったりとか、はい、ね、こう、絵みたいなやつが貼ってあったりとか、はい、もうなんか、トイレにもね、ジョジョ名言集みたいなのがこう貼ってあったりとか、はい、もう見どころ満載だと思いますけれども、何よりも後ろの絵がね、とてもなく素敵だなっていう。うまいこと入ってますかね。常になんか後ろでゴーって言ってますよね。どこを向いてもこうジョジョがね、そうですね、あるっていう感じで、はい、ボックスの方もね、結構あれですね、うん、盛り上がっていけると思います。なんかゲームとかも置いてるんですよね。そうですね、はい、バンダイナムコさんから出てるジョジョの、はい、君の冒険のオールスターバトルっていう、オールスターバトル、はい、はい、もう1年以上前ですか、2年近くなるのかなと思うんですけどね、2年までたってないでしょうかね。それをやれたりですとか、そのだいぶ前なんですけど、はい、アーケードゲームで出てた、はい、ジョジョのサンドをモチーフにした、はい、格闘ゲームなんかもやれますね。はい、ね、プレステのゲームの方もできますよ。そうですね、はい、ですね、はい、素晴らしいです。あとなんだっけ、僕は個人的にはジョジョの、ね、アプリゲームをちょっと、はい、敵組んでもらったりとか、こういう方がいいですよって教えてもらえたりするんで。そうですね。そう、助かります。すごい、ガチ勢ですね。大好き。大好き。本当に。はい、はい、暇な時は本当にやってます。これ、引っ張るやつね。はい、そうです、そうです。はい、シャッてやる。これどうしたらいいですかねって言ったら、もうそこをもう、これこうですね、パッてやってもらえるんで。休みの、はい、休みの日は、ジョジョ SS の動画を見ながら、ジョジョ SS やってます。あ、そう、動画とかあるんですか。そうですね、はい、あ、
のお店でも動画投稿してまして、はい、ジョジョ SS の自社動画撮ってたり、ちょっと攻略動画みたいな、はい、じゃあ下の詳細の方にね、ちょっとそれも載せておくので、はい、よろしくお願いします。ぜひ皆さん見てみてください。あとカードゲームってあれオリジナルなんですか？あ、なんすか？なんか顔ギミみたいなのやってませんでしたか？あれじゃないですか、スタンドポーカーじゃないですか？あ、そうですね、僕、あれですね、あのどうニコニコ動画だと思うんですけども、あのゴキブリポーカーで遊んでる動画を見て、これスタンドで作れないかなと思いまして、あのもともとジョジョのカードゲームあった、あのカードゲームあったんですね、トレーディングカードがあったんですけども、それをちょっと改造して、スタンドポーカーっていうのを作ったんですよ。遊べるようにしております、ね、あ、はい、そういうオリジナルのゲームもある。そうですね、はい、楽しみますよね、素晴らしい、はい、でこうメニューの方もなんかあのジョジョの名言やら、そうですね、キャラクターですとか、はい、スタンド名とか、はい、そういうカクテルがありますね。そうですね、すごい、もうどこも行くジョジョだらけの、はい、大好きなものですから、はい、と思います。はい、あとスタッフが他に3人、あ、そうですね、スタッフ3人いますね、それぞれ得意な、はい、お話のジャンルとかあったりとか、はい、まあ基本的にね、はい、みんなジョジョが基準になってはいるんですけども、それプラスアルファで皆さん、ね、うん、スタッフが、うん、詳しいね、詳しいね、そうですね、はい、まあ、ね、うちの店はあのやっぱりジョジョ大好きな方が集まるお店にはなっています。はい、はい、僕もスタッフも全員好きなんですよ。はい、で、まあ、あのジョジョ以外でもその漫画、アニメ、ゲーム、その他その サブカル系ですか、うん、はい、そのあたりは皆さん好きな方が多いので、はい、ジョジョの話できない方でも、はい、はい、楽しめるかなと思います。はい、うん、カウント内見てもあのなんだっけ、ファイズ、はい、があったりとか、はい、ジバニャン置いてたりだとかで別のね、別のアニメとかもあるし、はい、楽しめるかな、うん、そうですね、流行ってるアニメとかもあるらしい、うん、それ以外のものも楽しめるよっていう、はい、だけあのこうジョジョ好きな人はなんか他のものも好きだろうっていうのもありますもんね、ありますね、うん、でもね、やっぱりジョジョの話ね、うん、できればそうですね、メインがね、やっぱりいいと思います。はい、ドラゴンテレビ、はい、というわけでですね、はい、ジョジョばっかりの男のやつなんで、やっぱりゲームもジョジョっぽいやつなのかなと思うんですけど、はい、そのゲームの説明をしてもらってもいいですか？はい表面張力というのを知っているかね、バービー君。ダービーです、私の名はダービー。その先の表面が盛り上がって溢れるようで溢れない力のことだろう。何をしようというのかね。ルールは簡単、このグラスの中にコインを交代で入れていく。酒が溢れた方が負けじゃ。おいジジイ、まさかジョースターさん。賭けよう、わしの魂を。グッド。勝負だ勝負だ、じゃんけんほい。わかったイエーイはい、はい、いきますよ、はい、じゃんけんほい。あ、クルンのグーはアイコでしたね。じゃんけんほい。あはははは、一二三、はい、はい、それで見ましょう、はい、頑張りましょう頑張りよう。絵が地味じゃないかね、すごい心配だったんですけど、はい、2枚で、はい、こんなにいっちゃうし、そんなにいっちゃう一発目ではやめてくださいねまさかの、まさかですか、ね、結構余裕ありますから、ストーン、はい、おー、はい、確かに、うん、後半で前半は多分、はい、じゃあ俺もジョセフさんと、あ、じゃあ俺これなら返事かな多分いけると思う、まだ、ね、はい、まだね、距離がありますよね、はい、うん、よし、結構、うん、まだいけない、まだマジでめっちゃ勝負師ですねいや、これぐらいはですね、多分いけると思う。何言って、うん、
うまい。もういいですね。あ、おお。大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい。でもこれ多分負けてもね。負けてもね。負けてもね。もう一枚ぐらいいくんじゃないかな。いやー、わしの経験上それは無理じゃん。無理じゃん。はい。このいや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 。撮ってるブーちゃんのプルプルで撮れるんじゃない。いや、それもうめっちゃギリギリ。すごい、だってすごい表面張力ありますよ、かなり。ね。楽しい。楽しい、すごいにされそうです。もう無理かなと思うんですけどね。まああと1点が1枚だと思うんですけど、真ん中が一番盛り上がると思うんです。あ、もうここまでもつれたことはあんまりないんだよね。あー、セーフ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 。初めて見たのって表面がすごい今にも溢れそう。ゲームとしても盛り上がったんすかね。すごい。こぼしたー。すいません、頭取れた。大丈夫ですか。大丈夫です。お前が取る。西くらいか、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 ぬかれ闇持ってて大丈夫です。はい、大丈夫。はい、ということで、またもや負けました。最近連敗中じゃないか。またね、またちょっと負けちゃったね。はい、というわけで今日ね、この後罰ゲーム僕、はい、受けます。はい、はい、今日はよろしくお願いします。はい。罰ゲーム何かな。メメタ、メメタ、メメタ、ドラム TV。 はい、というわけで負けました。はい、罰ゲームを受けたいと思います。はい、今日の罰ゲーム何ですか。うちで罰ゲームで人気あるというかね。人気ある。それで、はい、皆さんこれ、うん、ま、お客様同士でやられたりとかすることも多いんですけど、それより大体こちらですね。はい、やっぱりそういうこちらですね。はい、黄金の石かな、これ。そうですね、黄金の石ですね。はい、ですね。クエルボゴーさん、はい、コールエクスペリエンス。そうですね。じゃあ、店長さんにパッと、はい、あんまりいい感じで。おお、あ、優しい、優しい、全然優しいね、さすがにね。優しい、優しい。さすがもうちょっとね、あるかもしれないです。今日はちょっとそうですね。なるほどね。はい、じゃあこちら、はい、はい、あ、ごめんなさい、あ、大丈夫です。はい、いただきたいと思います。いただきます。はい、オラ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 ということで、はい。テキーラ、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 テキーラ。入ると思ったんだけどな。いやー、でもなかなかね、ここまでもつれないんですよね。こんなに入ったことはあんまりない。だってコイン余っちゃう。全部入っちゃう。全部ね。全部入りましたね。そう、2枚、3枚ぐらいはね、残りますからね。はい。そう、もうちょうどでも計算されたように最後のやつあふれ、そうですね。はい、その悔しさもちょっとあります。あ、もう計算されてんだこれみたいな。店頭の方の、はい、ご指示よろしくお願いします。はい、ですね、来月のイベントとしまして、多分中頃ちょっと予定はしているんですけども、はい、バーベキュー、それぞれの奇妙なバーベキューみたいな感じで、はい、かなと思っております。で、まだちょっと場所も日にちも正確には決まってないんですけども、はい、一応ツイッターですとかフェイスブック、あとブログなんかでも告知させていただいてますので、はい、じゃあそれを下記のね、詳細の方から、そうですね、はい、行って登録してみてみてください。そうですね、告知させていただきますので、もしよければ参加していただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もしかしたら僕も言うかもしれない。はい。めっちゃ行きたいそれ。はい、まあね、じゃあ僕もグーちゃんと行けたら行きますんで、よろしくお願いします。お待ちしております。はい、はい、その他何かございますか。と、定期的に、はい、私がご飯を作って限定のフードメニューを出す、結構小料理屋さんイベントみたいなのも
あと徐々に絡めてちょっと今度トラサルディならぬベティサルディをやろうかと思って、すごい、ちょっとそれもねチェックですね、はい、ビデオチェックですよ、はい、ちょいちょい、そうですね、ちょい開催しているので、はい、お、食べたい、はい、よかった、はい、よろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで本日はジョーズ好きには止まらないジョーズバーストモーションさんからでした。それでは皆さん、アリーベルシー、イエイイエイ、あースピードワゴンはクールにさらミミー結局2杯飲んだ、いやいやでしょ